皆さんこんにちは。ダーちゃんハオ。インドア派のササが今日はアウトドア派になったということで、タイ中のランタン、タイツォンダンホエに来てみました。今日ここに来るまですごくね、もう人がすごく多くて渋滞してたんですよ。でね、もう家からここまで着くのに、ね、1時間ぐらいかかりました。で、中もすごく人が多いので、ちょっと後でね、ちゃんとマスクを着用して中に入っていきたいと思います。そう、後ろにこう遠くに見えているのがその会場なので、今からねそっちに行ってみたいと思います。 GO!めちゃめちゃ人が多いですね。で、今年はね、うさぎ年なので、兔年なので、うさぎのね、こう形をした、わかります?あるんですけど、そのうさぎのね、こう、モニュメントっていうんですか、がすごく多いので、早速ね、まあ、どんどん中に進んでいきたいと思います。中まで進んでみたんですけど、めちゃめちゃ人が多くてちょっと暑いですね。はい、暑いぐらいです。ちょっと来すぎちゃった感じがします。でもすっごいいろんなモニュメントがあってすごく可愛いんですよ。あの虫って言っていいの、あの蝶々みたいなやつすごい可愛かった。多分虫なのかなわかんないんですけど、なんかカブトムシのね、なんかこう動くんですよ、ここが。すごく可愛くて。はい。どんどんね、今から見ていきたいなと思います。どんどん進んでいきましょう。なんかね、向こうの方でね、コンサートみたいなやってるっぽいんですよね。なのでね、ちょっとね、見に行ってみようかなと思います。行ってきます。Thank you.
今ね、あの川とね、田んぼの間のあの道があるんですけど、そこ歩いてます。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。これね、青なんですよ。で、私ね、青とか紫の色がすごくね好きで、ほらね、むちゃむちゃあ綺麗と思って今ここ歩いてます。なんかね、デートとかにもすごい合う気がしますね。はい、皆さんめっちゃおすすめです。ランタンめちゃめちゃ楽しいです。今日の動画はここまでとなります。今日は台中のランタン、台中ダンホエをご紹介しました。まだね、後ろに見えていると思うんですけど、もうね、今9時過ぎていますので、もうそろそろね終わるみたいです、ね、皆さんいかがでしたでしょうか。好きな作品はありましたでしょうか。私はね、特にあのウサギの、あのショーのウサギのがすごく良かったです。っていうのもね、あのショーをすごいね、いい席でこう動画を撮って皆さんにお伝えしたかったので、30分ぐらい待ちましたでね、もうすごい人だったので、もう出ることもできなかったのでね、もう1時間ぐらいね、あの待って見てましたね。はい、皆さんもしね、この動画が気に入っていただければと思います。あとチャンネル登録を忘れずに、あとアンザンもよろしくお願いします。もし皆さんがもっと見てみたいものだとか知りたいことがあれば、コメント欄にコメントを残してくださいね。それではまた、下次见、バイバーイ。